バレてない。これがミラージュのパッシブ。ガクトのおじいちゃんや。毒性であった。え、ガクトって言った？ガクトじゃん。え、なんで言った？全然興味あってん。いや、ハールおもろいっすよ、マジで。あの女子がめっちゃ喜びそうな。ですよね、ブヤさん。分かったように言うなって、ブヤさんが怒ってんだよ。本当だよ。人の好みを勝手に勝てりやがって、僕が。股関節をストレッチすれば腰痛に効くっていうな、足クロス、逆に腰、足クロスするやつとか、逆に腰もんだり腰伸ばしたら良くないらしい。伸ばすの良くないんだ。揉むのはなんとなくわかるけど、いやマジで腰でヘルニアじゃないです、完全に筋肉で、筋弛緩剤で一気にマシになるから。やっぱ筋弛緩剤飲んだら眠なるから、こういう配信の前には飲めない。よいしょ。俺いいね。はい。ちょっと3人に向かってウルトは絶対無理だから。うん。いい感じに 1v1 の時やな、やっとしたら。いい感じに。そう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 。次はちょっと任せて。おお、オッケー。見てますよ。見てて見てて、エヴァ8、エヴァ8あった、よかった、やった、あわわわわわ、青シールドなんて、あ、あ、青シールドなんて、これ次多分日本語不自由わけでシェラカップ出れんな、出れるとマイナス4か20ぐらい、マイナス25はプラスやん、これはまずいっつって。プラスってよくわかんない。うわ、やば、お前やってること、え、君もしかしてうまい、君もしかしてうまいね、ルーさんの方がうまいっす、俺の方がうまいよ何これ、起こしたいんだけど、起こすよ、バレない、透明だからね、バレてない、バレてる、バレてる、バレてる、バレてバレてない、これがミラージュのパッシブ、でもやりたいことじゃないけど、いや本当にバレないですね、あれ、まあ確かにあのライフラインがアホタレやったんじゃん、いや説あるんだよミュートでやってたんじゃん、これミュートで、うん、あーなるほどね、まあね、あ、すごい説もある、あ、こっちでスナイパーがつかなかんな、え、あげる、あげる、全部あげる、好きにはおあさり、おあがりさあ、おあがりラピュタのおじいちゃんや、毒性であった、何それ、え、わかる、わからん、コブじいさんつって、え、ガクトって言った、ガクトじゃん、え、なんて言った、全然興味あってん、いや、コブじいさんっていうあの洞窟に住み着いてるじいちゃんがおるんすよ、最初ガクトのおじいちゃんって思った今ガクトなんて言ったの、全然そこに、いや、いや、洞窟に住み着いてるじいちゃんがいるんすよ、何に、日本語不自由、あ、ラピュタ、天空の城、ラピュタ、あ、ラピュタか、ラピュタって言ったのかガクト長かったな、あつラピュタか、とんでもない、やっとタイトル伝わった、いや、ガクトに住みついてる、ガクトの洞窟におじいちゃんおったっけいや、いたじゃないですか、わかりますいたっけ、あ、いたか、ほら、ね、わかります、そう、光る、そう、飛行石の原理を教えてくれ、そう、やべ、忘れてるかもしれない、めっちゃ洞窟の中キラキラさせてくれる人、そう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 、え、なんだ、ご飯作ってくれたご飯作ってくれたあ、じゃあ、それやわ、わかるわかる、終わります、いや、そう、うん、めっちゃ言ってましたよ、さあお上がりっつって、あのマジで似てるみたいな言うてた言うてた、そう言うてた言うてた、それやわ、さあお上がり、やっとした、交換さった、いやー、やば、ガクトから遠かったな、いや長かったな、ここまで、いやー、もう俺の滑舌が悪いんか、ルーソの耳が悪いんか分からん、いや、俺の耳やと思うよ、多分ガクトはやばすぎる、ルルルルルルル、懐かしいな、最近見てないんですよね、ジブリ作品、もう最近見てないな、何見たかな、あんま見てへんな、ジブリって意外と、
昨日ハウルやってたから、昨日かおとといかそれ見たっけ。あ、ハウルがテレビで流れとったわ。そういえば見てないけど。いやいいっすよハウル、かっこいい。ハウルおもろい。いやハウルおもろいっすよ、マジでおもろいし、かっこいいっすよ。あ、女子がめっちゃ喜びそうなですよね、ブダヤさん。女子が喜び、そうそう、ほらブダヤさんが好きそうなタイプの、そうキャラクターってことね。そう、いやキャラクター、その主人公が、ね、分かったように言うなって、ブダヤさんが怒ってんだよ。本当だよ、人の好みを勝手に勝てりやがって、ボケが。え、実際どう、ぶち切れそんなにボケかす。いや、でも実際ブダヤさん好きそうなんだよね。ボケかすとか言う人、俺モンドウラしかしうん、ゴミゲ。え、敵おらんて。そういう時は何するか知ってますか。何するんですか。ストレッチかな。まあ明らかに爆発したけど、なんか今パンチ、ミスりましたよね、あなたどんなエイムしてんの待ってたね。カッ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 って、なんかコントロール押してるボタンが聞こえてくる。どこ行くんすか。わからん。目的地のない旅。そういう旅もいいですよね。うん。目的地を設定せずに。でもさ、なんだかんださ、旅行行こうってなった時に目的地でもスクイチでも決めなかったらグダグダになるから。確かに。なんだかんだこの前の TI 旅行も全部スケジュール見したし。何時から何する、何時何分から何する決めて、ほんだらなんかいい感じだったよ。こないだどころの詐欺じゃないですよ、多分それ3年前ぐらいは。いや3年前はこの間や。いや、ちょ、言ってることがあの還暦の人なんですよ、マジで。あん時俺仕事してたっけ。してたな。もう終わって、嘘、あれしてない、あれちょうど終わったくらいじゃないですか。そうか、いや全然いつやったかな。いやー、旅行して本当にこの時期はね。あ、この俺リピーターをぶちかましてる。てか敵いな、マジで。右の方なんかケージの方やってるかも。うん、イエス。ケージでさ、あのウルト決まらんのよ。やってみなきゃ分かんないじゃないですか。え、絶対無理じゃない。なんかあさっての方向行った僕じゃないんだけど気のせいだな。ちょっと負担まだ信じたくない。そういう問題じゃない。いけるんちゃうこれ。近くおるやろこれ。ほら、じゃあれやってくろ。あ、どうぞ行ってらっしゃい。まずバレてるんですよね。絶対バレてる。バレてない。敵が見当たらへん。やばそうに道だって前にやってる。やったやった。ナイス。いや、わからんけど、ちょい、今倒ってくる敵。もう別パーケーブ邪魔をしないで。いや、これさ、敵にバレへんけど、問題は俺が敵を見れないっていう。隠しの仕方がエグい。よし、正面もいる、こっちもいる。なんかすごい、あの、なお前プライズ、ダル撃を果たしてる間、打ちやめずに打ち続けるんやな。そうなんすよね。いや、ちょ、めって今の見られた、超恥ずかしい。うん、でももうダメだわ、プレーター当てなるのやめます。当て始めてから俺トラッキングするけど。当て始めて、ああ、どうなんすか。ファーストエイムで外した時なんかもうトロッくらいしことへん。あっ、無理。あ、どこ行った姉ちゃん。そんなことある。経験値。ベさん一緒に飛ぼうよ。一緒に飛ぼう。ちょっと早く早く。ダメだ、もうこの人は今頭真っ白よ。何が起きたん今。なんか経験値ゼロや。経験値っていう問題じゃなかった気がするんですけど、私の負担手先不器用なんですよね。いや、そう、ちょっとブヤさんの奥さんじゃなくてブヤさん自身説はないですか。それ大丈夫ですか。もう足なくなって手まで不器用やったらまずいっすよ奥さん。やば、本格的に要介護やん。やばい、ジャンパー見失っちゃった。